さあ、訳を聞かせてもらおうやないか、かっちゃん。福岡での騒動、それに札幌での真島殺し、全部かっちゃん、お前が搭乗会乗っ取るために書いた絵なんか。やはりそういうことになっているんですね。はっきり言いましょう。違います。それじゃあなぜわざわざ俺たちをおびき出すような真似をしたんだ。そうしないと黒幕の正体を知ることができないと思ったからです。黒幕やと？そうです、福岡での堂島会長、山笠組斑目組長の暗殺計画、それに札幌での真島五郎暗殺、そして名古屋での安住、高知、東条会、近江連合両幹部の事故死、全ては東条会と近江連合を潰すためにある男によって仕組まれた計画だったんですよ。どういうこっちゃ、分かるように説明せ。それが私にも分からないんです。どうしてあの人がこんなことまでして私たちを戦わせる必要があったのか、その謎を知るためにも私たちはここで殺し合わないとならない。殺し合うだと？ええ、おそらくこの事件の黒幕の本当の目的は私たち4人の死です。それもただの死じゃない、ここで直接殺させ合う必要があるんです。漁夫の利ちゅうやつか。平たく言えばそうでしょう。黒幕は近江連合の最大勢力である渡瀬組と大阪工業、それに東条会の象徴とも言うべき桐生さんと佐江島さんを相打ちさせた後で、その全てを奪い取るつもりなんですよ、最小限の労力でね。そこまで分かっているならどうして敵の計画に乗るように動いたんだ。そうでもしなければ敵も正体を表してくれませんからね。私の推測が当たっていれば敵は猜疑心の塊のような人だ。おそらく私たちの戦いが終わった後姿を現すはずです。誰なんだ、お前の頭の中にある黒幕ってのは。それは言っても意味がないでしょう。今俺たちにできることは戦うことだけです。全ての答えを見ることができるのは戦い終わって生き残った人間だけ。なんやかっちゃん、喧嘩嫌いのお前にしては珍しいじゃないか。やる気なんか。せっかくこのメンツが揃ったんだ。理由はどうあれ血が騒ぐのが極道ってもんじゃないですか。渡瀬の兄貴。まそれはそうやな。キルハもどうでっか。ここは一つ敵の手のひらで思いっきり踊るっちゅうのは。渡瀬、どっちにしろ遅かれ早かれあんたとは戦う必要があったんや。今ここでやり合うのも悪ない。この4人が本気で戦えば皆無傷ってわけにはいかないでしょう。最悪全員相打ち。黒幕の計画通り殺し合うことになってしまうかもしれない。でもこの中の誰か一人が生き残ればその男は黒幕の正体を知ることができる。どうでしょう、こうしませんか。もしも自分が生き残った場合は責任を持って今回の東条近江の揉めそのケツを拭くと。
それでいい。西島。その代わり俺が生き残った時は東条会も近江連合も丸ごと一緒に潰してしまうかもしれん。俺は細かい計算はできへんからな。それでもええか。お好きに。勝ち残ったやつにはそのぐらいの権利はあるでしょう。上等や。つくづくバカな連中だな。要は喧嘩がしてだけなんじゃねえのかお前ら。一つ忘れてるぜ。俺はお前たちよりずっと喧嘩に飢えてきたってこと。キリュウハン。さあドイツからやるんだ。俺はいつ始めてもいい。誰からでも相手するぜ。ほな俺が相手してもらおっか。ええか勝也。どうぞ。俺は冴島さんとやらせてもらいます。いいですか冴島さん。好きにせえ。蹴りをつけましょう。はあ。誰が一番強いのか。それに誰がこの事件の幕を引く男なのか。手加減はなしだ。殺すつもりでかかってこい。
久々の喧嘩、手加減しませんよ。おい、冴島、悪く思うな。お前とは本気でやりようてみたいと思うとった。行くで、キリュウ。
する気流、そろそろどっちが倒れてもおかしないで。ああ、だがやるしかねえ。黒幕がやってくるまでまだ喧嘩をやめるわけにはいかない。そうやな。行くで。その必要はねえ。うわやっぱり東京に来てくれたんだな、キリュウ。あいつ、なんでここに。お前は府警四課の。違う、あいつはデカなんかやない。あれはうちの親父。親父？まさか。そう、彼がこの事件の黒幕。七代目近江連合会長、黒沢翼本人です。あいつが近江連合の会長。今度は足か。やっぱり距離があるとうまく当たんねえな。くそ。おっと、まだネタバラシが終わってねえ。しばらくじっとしといてくれよ。四代目、弾はあと2発入ってる。話を聞いた後、今度はちゃんと頭打ち抜いてやるからよ。